ドジャースの公式のロッカー内映像が公開、ズボンを半脱ぎの状態で現れ、マジックショーを楽しむ大谷翔平。大谷、上は絶対脱がないのに、どうして下はいつもきちんと履かずに現れるんだろうか。大谷のズボン半脱ぎではロタおおらかすぎん。いつも履きながら現れる大谷翔平。サービスショットはザッス。YouTube モザイク案件だろこれ、フリーダム大谷。この映像の長いバージョンだとよく見るズボン半下ろし状態で登場した大谷がいるな。山本のロッカーが決壊仕掛けなのも映ってておもろい。ロッカールームでの混乱、エンゼルスの時はなかったよな。今年は投球がないことで時間的余裕があるからかもな。大谷もドジャースの方針や PR 活動を理解して号に入り手は号に従ってるんだと思うわ。こんないいリアクションしてくれたらマジシャンもやりがいあるだろうな。山本のロッカーがやばい、ギリギリを保ちすぎ、こっちの方がマジック。股間の丸太が爆発しちまうぜ。日ハム時代に結構至近距離で大谷見たことあるんやけど、マジでスタイル良くて顔も小さくて可愛い顔してる。腰の炎も燃えてる定期。腰の炎を燃やします。全米の丸太小屋民が泣いた。ロッカールームの他愛もない出来事がニュースになる世の中。またそれをファンでもないのに見てしまうわい。平和や。大谷のズボンもそうだけど、マジックの方も結構すごかったよな。これじゃあ一谷翔平だよ。これには結婚報道で燃やされた丸太小屋民も腰の炎を燃やしてるな。今年の大谷はいろんな意味でパワーアップの効果が出ているよな。エンゼルス時代よりドジャース時代の方が大谷が楽しそうだわ。腰の炎がうんぬん。上半身もだが太もももパツパツですげえわ。ロッカーで山本と座っとる画像を見てでかくなったなとは思った。これが MLB で本塁打を取るために必要な体か。ズボン脱ぎかけなのもホームランの秘訣だったまであるだろこれ。マジでなんで半脱ぎ状態なんだよ。